どうも、阪神タイガース応援チャンネルの主、ケンタムと申します。よろしくお願いいたします。というわけで、えー、4月23日 DNAVS 阪神戦たった今終了いたしました。結果は、阪神勝ちましたイエーイ いやー、久々の勝利。しかも、まあ、割と解消っていうね、あの、レンダーレンダーというところでね、本当に、あの、良かったんじゃないかなと見に行った方、本当に良かったですね、本当に。本当に良かったね、僕を見に行きたかった。というわけでね、あの、勝ったということで、早速やっていきたいと思います。えー、っと、8対3で、えー、阪神の勝利ですね。えー、スタメンオーダー発表していきます。えー、こちらですね。 1>, えー、1番センター近本選手、2番セカンド糸原選手、3番ライト糸井選手、4番サード大山選手、5番レフト福留選手、6番キャッチャー梅野選手、7番ファースト中谷選手、8番ショート木南選手、9番ピッチャー青柳選手ですね。枠で囲われた選手は出場した選手でございます。やっぱりハマスタはいいね、と。うん。あの、本拠地なんちゃうかって言われてるようなところですよね。勝ちましたね。うん。えー、早速、えー、打撃陣の方から見ていきましょう。うん。 え、近本選手、6打数2安打3打点1盗塁と。いやーね、あのー、これだけ見ればね、あのー、ま、あもしかしたらこういう人もいるかもしれません。えー、6打数も6打席も立ってんなら3安打ぐらいしろよ、みたいな人いるかもしれません。いや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 、内容がとてつもなくいい。本当に。粘って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 ,粘って,粘ってヒットよ。で、打点よ。 いやー、たまらんねー。うん、ほんまに新人を狙えるよ。うん、このままのね、あのー、感じやったらね。えー、しかも、盗塁もね、あの、久々に一本決めて、ということでね。あの、本当に、あの、いい感じに上がってきてるんじゃないかな、というふうに思っております。次回も期待しましょう。えー、続いて、糸原選手4打数1安打と。えー、糸原選手もね、あの、な、あの、初回の、 えー、得点期に、えー、ヒットで打ってくれて、まあ、得点につながるというね。あの、本当にいい活躍をしてくれたんじゃないかなというふうに思っております。まあ、守備はね、安定かなというふうに思っております。えー、続いて、糸井選手、3打数1安打と。 えっと、まあ、これだけ見ればね、正直なんともなーっていう感じなんですけどね。まあ、あのー、まあ、それこそさっきも言った通り、その初回の得点につながるようなところでヒットを打ってくれてね。まあ、当たりもね、ものすごく良かったっていうのがあるんで、本当に良かったんじゃないかなと。やっぱりベテラン人はほっといたら打つっていう感じが僕はしますね。あと、糸井選手、今日はね、まあ、あの、それこそね、タイマン守備だとか、全然走らないだとか言われてたんですけど、顔つきが違ったような感じが僕は、 見受けられましたね。うん。次回は、もう一発言ってくれんじゃないかな、というふうに思っております。えー、続いて、大山選手、5打数1安打1打点、1盗塁と。うん、まあね、あの、えー、うーん。まあ、ここは4番大山選手に育ってほしいというところを込めて、えー、厳しめに言いましょう。正直、物足らん。うん。物足らんよ。 だって満塁のチャンスで、まあ、ツーアウトだからっていうところもあるんですけど、まあね、あのー、ツーアウトだから、いや、違うな、ツーアウトだからこそ、えー、振り切って、何も、まあ、あの、ただね、その、三振アウトであったり、あの、普通のアウトであったりっていう、前の一球はいい当たりなんですよね、ファールなんですけど。まあまあ、あのー、いい感じに仕上がってきてるんじゃないかなとは思うんですけど、ただもう一本が出ないと。まあ、先制点の一本。 えー、まあ、連打、連打、連打で繋がって先制だというところにおいてはね、あの本当に良かったかなというふうには思うんですけど、大山選手には、えー、もうワンランク上の、もう一打点欲しい、もう一本欲しいところで、もう一本打ってくれっていうふうに僕は思います。えー、続いて福留選手、三打数二安打、四打点一ホームランと、いやー、ね、ああ急速日明けは打つな、うん、ま、 こ,この間の試合ではね、ちょっと打たなかったっていうところあるんですけど、ね、やっぱジンクスはね、まだありましたね。急速日明きは打つっていう。一打席目もね、あのー、ライトへの犠牲フライで一打点というところだったんですけど、もうそれを見て、あの、打ってね、福留選手は全然納得してなかった。うん。 僕もね、あの、打った瞬間、あ、ライトを超えるなって思ったんですけど、まあ、ライトの高周日に阻まばれて、えー、1打点と。まあ、それを見てね、あの、いや、超えてたやろ、みたいな感じでね、見てたんですけど、まあ、次の打席もヒットを打って、その次の打席はスリーランホームラン。福留選手のね、あれかっこいい。ホームランって分かった瞬間の歩き出す姿、めっちゃかっこいい。バットをポンって置いて、歩き出す。 いやあ、かっこいい、たまらん。ほんとに、いぶし銀やで、ほんまに。絶対タイトルにかくで。<laughs> はい、続いて、えー、梅野選手、5打数3安打と。いやーこれでまた、あの、首位打者ですね。えー、ほんまに怪我してんのかと。 <laughs> ほんまに怪我してんのかと。まあ、一人だけね、あの、猛打者というところでね、本当に素晴らしい成績を毎回毎回叩き出してくれてるなというふうに思っております。えー、続いては、えー、中谷選手4打数1安打と。中谷選手もね、まあ、大山選手と同じような感じでね、もう一本欲しいところで、えー、打席が回ってくることがあったんですけど、そこで一本欲しいなというふうに僕は思います。えー、中谷選手もね、あの、4番争いをするべくして、あの、して、えー、するべくして、していただきたい選手の一人ではあるんで、えー、やっぱりそこ でね、1本打つか打たないから全然変わってくると思うんで、次回に期待したいと思います。えー、続いて木南選手5。打数1アナ。打のとファーストの横を抜けるね、えー、ファーストの右、うん、まあ、一塁線を抜けるえ、ツーベースヒットえー、まあいいんじゃないでしょうかと。とヒットを打ってね。あの素晴らしいなという風には思うんですけど、ただ一つ守備よ守備。あそこだけはいらなかった。せめてね。あの別にね。ゲッツー取れなくてもいいんだ。まだだけどね。後ろに反らすのは良くない。本当に。 あれでね、まあその後の打者がね、佐野選手だったんですけど、うん。えー、佐野選手だったかなそうだな。宮崎選手の、えー、ショートゴロを弾いて、後ろに反らして、その次の佐野選手にスリーランホームランを浴びるというね。あれがなかったらね、青柳、あの、青柳選手がね、多分8回まで投げてたかなというふうに、まあもしくは9回完封まで、関東まで行けたんじゃないかなというふうには思うんですけど、あそこのワンプレイだけ本当に気をつけよう。 本当にね、守備に関してはね、みんなどっこいどっこいなのよ。まあ、あ北条選手もね、最近あの、早急エラーとかめちゃめちゃあったんでね、あの、スタメン外されてって。鳥谷選手は、僕はあんまり思わないんですけど、まあ、ああの、いろんなコメントをしてくれる方が、あの、ま、あ前世紀に比べたら、守備範囲が広、えー、狭くなったなと、一本目の動き出しが遅くなったなとか言われるんでね、そういうところを鑑みてね、あの、若さと、あと、あの、勢いからしてみれば、木波選手、あんたが一番なんだよ、今。だから、守備では、ミスるのは良くない。 うん、次頑張れ <laughs> はい、続いて、えー、青柳選手ですね。ま、2打数無難ナと。あの、送りマントを2つ決めてくれてね、本当にいい活躍をしてくれました。だ、えー、投手の方、えーえー、ピッチングの方でもね、あのー、まあ、7回途中、えー、3失点と。まあ、あの、いい。 ピッチングだったんじゃないかなと。やっとね、あの、勝ち星をつけてあげられたなというふうに思っております。えー、続いて、え、エゴシ選手、1打数1安打と、えー、今シーズン初ヒットですね。あの、意外だなというふうには思いました。うん。あの、ただね、えー、まあ、ライトへのポテンヒットというか、なんか当たって、落ちてって感じですね。まあ、すぐさま、えー、盗塁して、盗塁を決めるというね、本当に素晴らしい、あの、足も活かせるし、守備力抜群ですし、えー、打撃力もね、本来あるんでね、当たればね、うん。 それはね、皆さん知ってると思う。はい。続いて、えー、鳥谷選手1打数無安打と。まあ、惜しかったですね。セカンドゴロだったんですけど、まあ、あのー、できればね、ヒットを打って、もっと沸かして欲しかったなというふうに思っております。はい。投手陣の方を見ていきましょう。えー、青柳投手、えー、岩崎投手、えー、森谷投手、島本投手、4人ですね。えー、青柳投手。うん。 6回3分の1投げて、97球5安打4三振、3ファーボール3失点と、えと、クオリティスタート的には本当に素晴らしいなというふうに思っております。まあ、実際ゲームをね、完璧に作ってくれてて、平打をね、4個か5個ぐらい取ってね、4個か、うん、それぐらい取ってね、あの、本当に打撃陣に、あの、勢いを与えるようなピッチングしてくれてね、本当に今日は良かったなというふうに思っております。ただね、ファーボールだけが惜しい。あの、い うん、ツーアウト取ってたりとか、あの、いい感じで投げ終わった後の打者に対してフォアボールを与えるから、それはもったいない。そこだけ気をつけよう。はい、続いて、岩崎投手、1回投げて11球1三振無失点と、本当にね、あの、スリーランホームラン浴びた後に交代したんですけど、流れ悪いかなって思ったらちゃんとね、あの、切って取ってくれて、本当に素晴らしいなというふうに思っております。えー、森谷投手、3分の2を投げて14球1安打無失点と、森谷投手もね、まだまだ、えー、えー、今シーズンね、あの、防御率0点 0.00だったかなまだ。うん。なんでね、この調子でどん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 投げ続けていってほしいなというふうに思っております。え、最後、島本投手1回投げて10球無失点と。え、本当に素晴らしいですね。え、フライアウトを3つだったかな。うん、本当にあの、いい感じに投げて,ってるんでね、あの、中継ぎ投手は本当に良かったんじゃないかなというふうに思っております。 いやー、久々に勝ったね。あの、本当にね。まあ、ホームランはね、あのー、福留選手の一発だけだったんですけど、あのー、何が嬉しいって、阪神のね、あの、連打が続けば、やっぱり怖い打線ではあるのかなとっていうふうには思うんでね。この連打を続けていってほしいなというふうには僕は思っております。あとね、あの、一つ言い忘れたんですけど、内野手、えー、っと、スタメン内野手全員アンダなんでね。えー、13アンダでね、あの、本当に素晴らしいなというふうに思っております。いやーね。 あのー、梅野選手もね、ワンチャンもう一回サイクルあるんじゃないかな、みたいな風に思ってたんですけど、まあそんなに甘かないとね。うん、まああの、明日の試合もね、勝って2連勝を続けてほしいな、という風に思っております。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。というわけで失礼いたします。バイバイ明日も活動